こんにちは、みほです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、最近買ったメイクアイテムと新しいアイシャドウを使ってメイクしていきたいと思います。でね、これちょっと見てもらってっていうか、ここね、白いやつ、これね、歯のワイヤー矯正の器具が唇に当たって、めっちゃね、なんていうの、口内炎っていうのかな、めちゃくちゃ痛いんですよ。だからね、ワックスをつけました。もうワックスって矯正しない人は分かんないかもしれないけど、粘土みたいなやつ、プニプニして形を変えれるやつなんですけど、それをね当てて、ちょっとね、器具のギザギザが唇の裏に当たらないようにしています。だから見えたらね、気持ち悪いと思うけど、ごめんね、ちょっとそれ外そうかなと思ったけど、ちょっと痛いからつけたままやります。はい。で、今朝起きて、洗顔終わって日焼け止めを塗った状態です。で、こっからね、最近やってる毎日メイクをやっていきたいと思います。で、今日なんですけどね、どうしてもね、モニターがこっちなんですよ。だからモニター見るとこの視線になって、レンズ見るとこの視線なんですけど、どうしてもね、モニター見がちになると思いますが、目線がずれたらすいません。で、ベースなんですけども、最近ね、コンシーラーを使ったりしてます。コンシーラー DHC、 これね、鼻周りに塗ってもうコンシーラーだけっていうことも増えてるんですけども、なんかね、それしたら顔色悪いってね言われたことあったんで、新しく買ったこれですね、セザンヌのエッセンス BB パクトファンデーション。色は明るい大黒系の中盤ですね。 SPF31PS+。 これね、スックのファンデーションになんか中身が似てるとかいうやつね。まあ中はこんな感じの固形のクリームかな、固めのやつなんですけど、これをね塗ってます。コンシーラーはちょっと様子見てしようかな。で、これもね、ちょっと昨日使ってるままやけど、パフを変えた方がいいって書いてたので、専用のやつじゃなくって、これは資生堂かな、袋がついてるんですけど、特に書いてないんです。資生堂やったと思います。で、それを伸ばします。なんかね、これまあ買ってみたけど、いいところはね、石鹸で落ちるっていうのやね。だけどね、私そんなにね、いいと思わんかった。値段が安くて800円ぐらいかな。なんか成分がね、スックと似てるかな、なんかって聞いたから、すっごい期待したけど、結構お肌をこするような感覚でね、つけるから、私はね、そんなにリピート買いはせんかなと思う。はい。だいぶ白になったね。首との差がすごいけど。コンシーラーね、鼻周りちょっとつける？一応つけます。指で。このね、コンシーラーは結構レビューが良かったんですよ。こんな感じに。と、私ね、ここの眉頭、アートメイクでここ入れてるので、最近ね、眉頭の毛を剃ったんですよ。剃ってこのアートメイクを埋めて、ちょっとね、ここ眉間を離すような感じで最近は描くようにしています。ベースはパウダーしようかな。パウダーはそんなにしない。もうね、サラサラなんで別にパウダーしなくていいんですけど、ちょっとだけしようかな。ちょっとだけこれ使って、まあ鼻周りと顎ぐらいかな、こんぐらい。ほっぺたはしないですね、いつも。そして、私は眉毛からしていきます。いつもこちら、フーミーのね、ティーローズっていう色です。色はこんな感じでね、金髪に合うような色が揃ってます。ピンクと黄色混ぜて塗る感じ。で、こっちのね、真ん中がちょっとないので、これですね、これはマキアージュのアイブロウペンシル、これでちょっと隙間埋めときます。あと眉毛立体的な方がいいので、こう幅があったら真ん中より下の方を濃くしています。下部分だけこうペンで描くって感じ、下のラインだけ描く。同じこと2回言ってるけどね。
うん、こんな感じでまばらになったところを埋める。あとはパウダーでピュピュピュってやっていくって感じです。短いからね、これがねいつも行方不明になりがちだけど、これでねパパパってやるのが楽ですね。こんな感じで、うん、こうです。ドーリーウィンクのアイブロウマスカラ、これねあんまりね私口コミね見て買ったけど、私これはねそんなに良くなかった、うん、もっとがっつり金髪に染まってほしいけど、そんなにねやってもやらんでも変わらんなっていう印象があるんですよ。ヘビーローテーションの方がいいのかもしれない。はい、眉毛こんな感じです。もうちょっと眉尻左長くしようかな。うん、こんな感じですね。はい、次がいよいよあれ、これですね、最近買ったやつです。ドリーウィンクの、俺のどれを使おうかな、ピンクのやつは絶対使う。指でいきます。色目何やったっけ、ベイビーベイビーやったっけ。はい、こっちに塗りました。うん、意外と結構つきますね。発色いいで、下まぶたも行きたいんですけど、ペンっていうかブラシこれ使おう。これね結構狭くもねいけるし、広くもいけるしいいんですよね。下まぶたも同じ感じでいっちゃいます。で目尻濃いめ、なんていうのかな、あのアーモンド型っていうのかな、こう結構横を広くいきます。うん、こんな感じ。よきよき。で締め色か、どうしようかな。今日はこっちのね赤いマットを使っていこうと思います。チップでもいいんですけど、このつくしちゃんでいきます。あ、そっか、チップついとんやな。チップがついてるということ忘れてた。うん、結構がっつりはみ出させます、私は。でさっきつけた涙袋のちょい下に影になるようにちょんちょんちょんってこの赤色なじませるように入れときます。めちゃくちゃ今日は垂れ目な感じにしてます。で次どうしようかな、目頭にちょっとね気になるね黄色、これをね入れたいんですよ。これはチップ使います。これねどんな色なんやろ。ここね目頭こうくの字に行きます。あー結構ちゃんと発色する。うんうん、あ結構ちゃんとつく。黄色ってね発色しないやつが多いけど、ちょっとカラー遊びって感じ、アクセントになる感じ。今日のメイクめっちゃ変わった感じになってるな。でここでねアイライナー引いときます。 D アップ、アイライナーはもうめっちゃ長く1センチは余裕でいってるな。ラインの上ねぼかすのね、ここの茶色使っても良さそうやな。ちょっとだけさっきねマットの赤入れてるけど、ちょっとだけ茶色をぼかすっていう意味で入れてみます。目の中心、黒目の上あたりにちょっとだけこのハイライトの色入れときますね。うん、ビューラーしてつけまつげをつけたいと思います。つけまつげはこれドーリーウィンクの12番カールブラウンを使っていきます。うん、ちょっと目尻に寄せすぎたかな。私は左をやるのが苦手なので、もうちょい乾かしますね。半透明になって上からヒュッとのせる。うん、ちょっと目尻に寄せすぎたかもしれないけど、目のカーブにはこの位置が合ってるんですよね。うん、
まあいいか、下まぶたのところにちょっと垂れ目風ラインを描いとこう。ここですね、ここラインちょっと描いときます。これはね、ケイトのカラーライナーですね。なんかめっちゃ今日めっちゃ怖くなったけど大丈夫？涙袋の中央あたりにキラキラを入れます。これね、シピシピの涙袋にやるやつのやつです。うん、目はこんな感じですね。ここまで来たらチークやります。チークはこのクマのやつ、中身はこれですね。なんかね、余白があるところに置いとくと隙間が少なく見えるからいいと思います。だいぶギャルっぽいな。昨日テレビでね、なんかギャルメイク、ギャル文化のことやってたんですよ。それがあって結構ギャル寄りになってるっていうか、だいぶギャル、うん、でここまで来たら最後ね、キャンディードールのやつでハイライト入れたいと思います。指にとって一見、ね、ここなんていうの、微粒だから鼻の起点と鼻先、それからちょっとね、ここのね、目頭の内側、さらにのところと、ここの三角地帯ちょっとだけ、そして頬骨の上と唇の上、ここにと顎先、もします。あ、この14番だったっけ、このねハイライトがめっちゃ使えますね。これじゃあシェーディングもやっとこうかな。もう家におるのにここまでゴテ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 せんでいいと思うけど、一応ねやっときます。これですね、よいしょ。鼻の先をチュンってするために両脇ね、こんな感じで入れてます。そして横もちょっと入れて、あと鼻の下ちょっと入れる、で唇の下影になるところ入れる。でここはね、私最近入れてないんですよ。なんか痩せたからなんかこける感じがするんで入れてない。うん、だいぶあれじゃない、だいぶ目力すごくない、今日ギャルやね。完成。あ、リップ塗ってないけどね、リップどうしよう。リップクリーム、これクナイプのやつで普通に整えて、目がめちゃくちゃ派手やから何もせんでいいと思うけど、グロスだけ塗っときます。はい、完成しました。こんな感じ。今日はね、目をめちゃくちゃ派手にしてみました。垂れ目風な感じです。まあどうかな、動画で見ると分かりにくいかもしれない。ちょっとつけまをね寄せすぎた気はするけど、まあまあちょっとね、目幅拡張になって、はい、気に入ってます。これの感想はもうめっちゃいいですね。やっぱ使いやすい。うん、焦げ茶を使ってないから、今度ね、焦げ茶暑かったか、扱いましたね何使ってないかな、あ、ローズか、ラメのローズを使ってないな。今度それ入れてね、やってみたいなと思います。はい、こんな感じでした。今日は新しいコスメを使って毎日メイク、最近のメイクをやってみました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。私のチャンネルでは40代の日常、美容健康ファッション、岡山の地域情報、今やっている大人の歯列矯正の情報を発信しています。よかったらチャンネル登録、高評価、リクエストお待ちしています。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。